ベルギーがありますね。うん、今のところ。多国籍ですね。多国籍。外見てどうですか、まずの雰囲気という、外の雰囲気という。いや、もう海外だなって感じですよ。何回も来てる。ベルギーはでも初めてだから。草しかないです。他ヨーロッパはどこが良かったですか。良かったな。フランスとか良かったですけど、どこですかね。ドイツも試合の雰囲気とか良かったですけど、メッシとかは全然。ベルギーは飯に行きたいっすね。常にベルギーにいる日本人選手とかなんか情報交換じゃないですけどしましたか。いや、まあ代表期間中は橋岡とか浩二君とかちょっと話しました。ワッペ選手レフトウィング、レフトウィング、レフトウィング、レフトウィング。 And you're right footed? Yeah. Yeah.Yeah, I watch every game. 運転手の方が話したこと結構分かってましたもんね、言いますこと。いや、でもたまに分かんないです。たまに分かんないのが入ってくる。大体分からない。予測できるからいいけど、予測できない会話の時がね、うん、ちょっと。そうですね。外から見るとなんか早く見えるんですよ。中だと意外とっていうのはあるんですよ。むずいっすね。追いつけないみたいな選手います？なんか今までプレイしてきた。めちゃくちゃ振り切られたっていうのは外国、マテウスとかそこら辺ですね。早かったですけど、別にめちゃくちゃなんかこいつ無理だなとは思わなかったですけど。シーザーサラダ。 Thank you. チキン、Enjoy. Thanks. でも多分そういう奴らの集まりなんで。やばい。身体が通用しなくなった時の対処っていうところですね。強くしていくんですね、うん。そこはもう間違いなくそうですけど。思ったより量あるっす。がっつり。がっつりです。それカレースープですね。カレースープ。カレーの味。マジのカレーのスープです。スープカレーのスープみたいな。出す。バカいい雰囲気っす。スタジアム雰囲気どうっす？いいっすね。いい雰囲気っす。はい。スープカルー。Yeah. I'm the president. Yeah. It's a pleasure to meet you. Yes. Welcome. Thank you. Come in. We're very excited to have you. Very excited. Very excited.Believe in you a lot. Yeah, yeah. I think it's a perfect place to come, to, you know, learn Europe, and then. どうすか。やばいっすね。いいっすね。急にすごい。
持つのかっていうのが気になりますね。Hi, I'm Karu. I'm very excited to be here.